こちらです。わあ、こうして集まると綺麗だね。おお、美しく輝いておるな。節操門残りの魔石は初めて見るぞい。確かに4つ揃ってますます輝いてるような気がするわ。本当にそうなのではないでしょうか。まるで共鳴し合ってるようです。よし、それじゃあ早速、うん、この4石をぐぐーっと近づけて。あっ、おお、うわ、すごい魔力が溢れ出てきて止まらないよ。これはすごいな。めちゃめちゃなパワーや。いけそうですね。きた、うま、よっしゃ、いけ。あ、え、ん、あ、そこはヘだよ、セリウス。なんて言ってる場合じゃない。なんじゃ、どうなっとるんじゃ。じい、あんた魔石になんか悪いもん食わせたんとちゃうか。何を言っておるのじゃ。わしゃちゃんちゃんと毎日毎日磨いとったわい。ほんまか？お風呂で。それが原因や。冗談言ってる場合じゃないよ、セリウス。これ一体どうなってるの？僕にもわからない。こんなことになるなんて。クロワさん。わしもじゃ。あ、ティネちゃん、四石はすべて本物じゃな。もちろん。それにあの輝きと凄まじい魔力の放出、あら、本物以外に考えられへんで。しかしこれではまるで元あった力すら封印したようではないか。封印、確かに強大な魔物を封印した石などにも似ています。どうなってんねや。四石揃うと封印が解かれるんとちゃうんか。これやったら逆やんか。そうだ、この状態からさらに封印を解く何かが必要なんじゃないの。ありえなくはないな。そうですね。でも例えばそうだとしたら何が必要なのでしょう。よし、わかった。こういう場合は大抵あれや。でね、じゃあこっち来てみ。何がいるの。ざー、何すんの。大抵こんなもんは乙女の涙とかそんなオチに決まってねや。俺泣け、はよ泣け、泣かんかい。なわけあるか。あーれー、この隙に、ね、ダメじゃな。ダメですね。何よ二人とも、その目はまるで私の涙じゃ力不足って顔。そんなことを言ってないよ。そうじゃ、誰もそんなことは言うておらん。テネちゃん、この町で一番心の綺麗な女の子は誰じゃ。なんて疑問は思い浮かぶまでもなく、テネちゃんなのじゃが、はてさて、どうしたものかの。そうですね、困りました。やれやれ、シノボの言ってもこの魔石が今のままじゃ全然魔力を持ってないのは事実だよ。いつまでもすがりついててもしょうがないね。伝説の魔石抜きでシャロムを倒そう。それは無茶だよ、テネレッツァ。いや、セリウス君、テネちゃんはもうこのわしを倒すほどに成長しておる。魔石などなくても十分やれるかもしれん。ひょっとすると魔石の力とは、魔石を集める過程で身につくその人間の真の力かもしれぬぞ。あ、それ素敵な考え方。そう、そうだよ。私もうこの間みたいな無様な戦いはしない。絶対に勝ってみせる。魔石のくれた力、それは自信だよ。でね、大丈夫、任せてセリウス。そこまで言うのなら、そうだね、テネは強いものね。セリウスにそう言われると照れるな。あ、
私、とりあえずみんなにこのこと話してくるね。チャオ。あ、マッチーやテネ。さすがテネちゃんは行動力と決断力があるの。時に少年、何を悩まれておる？あれほど厳重に守らせた魔石に全く力がないとはどうしても考えられません。それはそうじゃな。もし封印だとするならどうやって解くか。そんな難しい話わしゃ知らんぞ。あとは頼んだ、セリウス君。クロアさん、四つの魔石に関する伝承は魔法帝国シエンツァではなく、なぜかはわからぬが神聖都市アルターレに多く残る。調べれば何かわかるかもしれんな。アルターレですか。セリウス殿、テネちゃんの自信過剰も困ったものじゃが、お主の謙遜過剰も問題じゃ。大丈夫、君はもうどこへ出しても恥ずかしくない騎士だ。アルターレの皆が満面の笑顔で迎えてくれるだけのな。そうでしょうか。それは言ってみなければわかるまい。はい。拙僧、聖職者が自分を指す謙譲語。クロアさん、アルターレの方だ。僕のこともアルターレ。